ブラウン、レッツエンジョージアブカ。さあ、今日も撮っていきたいと思いますね。この YouTube ソロバンチャンネルでは皆様のおかげで YouTube 側から、CM をつけていただいております。たまった金額に関してはですね、現状仮想通貨に交換しております。なぜ仮想通貨に交換しているかというと、年内中にメタバースプラットフォーム、クラスターでですね、計算大会をやっていきたいと思います。その時の、賞金に仮想通貨、商品で NFT なんかを出していきたいと思っております。ソロバンの先生もですね、最新の、ブロックチェーン技術、Web3 なんて言われますけど、そういう部分にですね、課外にチャレンジする先生がいてもいいなというふうに思っておりますので、ぜひそういうような課外にですね賛同していただける方はチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは今日のテーマやっていきたいと思いますね。生徒のみんなへメッセージということで、毎年この時期に必ず言うんですけど、毎年言ってるんです。もう4年、5年ずっと言い続けてると思うんですけど、夏休みのこの時期気をつけてほしいこと、気をつけてほしいことというテーマでお話していきたいと思います。もう本当毎年行ってます。毎年行ってるんで、同じような動画が年に1回必ずこの夏休みの時期に上がってくるというわけなんですけども、もう大体うちの生徒はみんな、夏休みに入りましたよね。いいです。夏休みなんでですね、長期の休みにしかできない、いろんな体験を積んでもらったり、時には遊んで全然 OK だと思いますし、まあ遊びだけではなくてですね、学びなんかもしっかり、この長い1ヶ月以上ある休みですから、こういう時にいろんな新しい学びをスタートさせるのもいいでしょうし、今まで苦手分野だったところを克服する、時間に使ってもらってもいいですし、あとは、みんな大好き満腹に行ってもらってもいいですしね、自転車で、1時間片道1時間かけていろんなショッピングモール行くのもいいでしょう。そうなんです。いいんですけども、どうしても一つだけ、気をつけてほしいことがあるなというところでですね、まあ毎年これだけはぜひ守っていただきたい。大いに遊び、大いに学んで、いいと思います。家族旅行なんかはもういいんじゃないかなというふうに思うんですけども、一つゴリ先生が守ってほしいところがあるんですね。それはもう睡眠時間です。睡眠時間、どうしても夏休みみんな、ゲーム夜遅くまでやってですね、翌日起きるのがお昼頃っていうのをですね、まずは、やめていただきたい。今まで通り学校があった時はですね、みんなしっかりちゃんと早めに寝てですね、翌日朝しっかり起き入れたわけですよね。それで学校行ってという、その生活サイクルをですね、夏休みだからこう夜遅くまで起きるというわけではなくてですね、その生活リズムはですね、保っていただいて、別にゲームやっていただいてもいいと思います。お昼の時間にですね、休みですからね、そういう時間の使い方は変えてもらってもいいんですけど、生活のサイクル、寝る時間ですね、朝起きる時間、これは変更しないでほしいんですよね。ちょっとゴリ先生、昨日痛い目見たんで、ちょっとその話をします。最近、ゴリ先生基本的にあんまりテレビは見ないんでですね、ただ最近ネットフリックスにハマってですね、で今日撮影が日曜日なんで、土曜日の夜って、一番ゴリ先生好きなんですよね。土曜日、まあ日曜日は基本、何もないんでですね、土曜日の夜ですね、結構気が抜けるんです。でみんなにですね、生徒のみんなにこんな動画を作りながらですね、大変申し訳ない、恥ずかしい話をしますけど、気が緩んだんですね。で、最近ちょっとネットフリックスにハマり始めて、いろんなネットフリックスすげえなと思いながら、いろんな映画やいろんなドラマがものすごいあるんですよ。今までプライムビデオとか、あと何だったっけ、もう一つあったネットフリックスじゃないや、プライムビデオと何を見てたんだっけな、フルか、そこら辺を見てたんですけど、いやいや、ネットフリックスレベル高いなと思いながら、で昨日まあ土曜日で、翌日まあ休みだからということで、夜中の3時過ぎぐらいまでずっと見てたんですよ。だからちょっと今日喉の調子も悪いんですけど、3時過ぎぐらい見ててですね、でそっから寝て、まあなんとか朝はですねギリギリ、いつもと同じぐらいの時間に何度か強引には起きたは起きたんですけど、やっぱりこうスタートが、生活を始めるスタートダッシュがやっぱりいつもよりはちょっと1時間ぐらい体が動かなかったですよね。
なんで、早めに寝て朝起きる時間をしっかり今まで学校があった時間通りのこの2つだけ守ってほしいんですよ。寝る時間と起きる時間で、さっきゴリ先生も話して、実際に自分でやってもまずいなと思ったのが、やっぱり例えば朝起きる時間を遅くしてしまうとその1日が結構もったいないんですよね。スタートがやっぱり切る時間、朝起きる時間、スタート体を動かす時間が遅くなればなるほど、やっぱりその一日の過ごし方って、例えば今まで通り学校に起きる時間だともう12時間ぐらい目いっぱいその一日を楽しめるんだけども、例えば朝3時間、寝るのが起きるのが遅くなっただけですね、もう12時間楽しめた一日を9時間しか楽しめないというような、まあ単純な話ですけどね、そうなってしまうわけなんです。あのせっかくね休みだから、夜遅くまで起きてたいっていう気持ちも重々わかります。重々わかるんですけども、別に夜遅く、周りが暗いから、何か得することっていうのは別にないわけなんで、それよりも1日の活動時間の方が絶対的に大事なわけですよね。9時間しか活動できないのと12時間活動できる、3時間も余分なことができるわけです。3時間ゲームやれたり、3時間勉強やれたり、3時間友達と遊んだりできるわけですよね。3時間家族と会話する時間も増えるでしょうし、ぜひですね、もうこの朝起きる時間というのは別に気にしなくていいです。夜寝る時間を早く寝てしまえば、自然に人間の体って必ず朝早く起きますから、あの夜寝る時間が遅いんで朝起きるのがなかなか難しくなるというだけの単純な話ですから、なるべくもう朝なるべく夜は早めにですね、寝てもらえればいいのかなというふうに思っております。まあ毎年ですね、この時期必ずこの夜は早く今まで通り寝ようと、この話を必ずしますけどね。はい。ぜひまあそこだけ、守ってもらってですね、しっかり、長期の休みを楽しんでもらえればいいのかなというふうに思っております。はい。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。感謝です。それではまたお会いしましょう。バイバイ。ズームを利用してゴリ先生と何でもお悩み相談ができます。興味がある方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。